卓球混合ダブルスでパリ五輪代表の張本智和、智和企画、早田ひな、日本生命、ブミな接戦を制し、3連勝を飾った。世界ランキング3位の張リひな、は、パリ五輪の第2シード獲得へ少しでも多くのポイントを重ねたいところ。WTT コンテンダーチュニス、29日、チュニジア、の決勝ではスウェーデンペアと対戦し、 3対2で勝利を収めて3大会連続の WTT 優勝を達成した。この結果を受け、中国メディアは相次いで、張本智和、早田ひなが決勝で勝利し、3連勝を成し遂げた、などと速報で報じた。パリ五輪前最後の国際大会となる WTT スターコンテンダーバンコクでの第2シードダッシュに望みをつないだ、ハリ・ヒナ。世界ランキング2位のイム・ジョンフン、新郵便、韓国。 ミを逆転するのは容易ではないが日本のファンからは苦しい状況下で自分たちの卓球の精度を高めることが奇跡に繋がることを信じたい来週のバンコクも期待しています次のバンコクでも優勝してほしいなどとエールが相次いでいる